未来は今の積み重ねだ。未来へのワンミニット。長崎を拠点に活動するジャズ作曲家ミオ。自分の中で大きな経験があったりとか感じるものとかがあった時に曲とシンクロさせるみたいな。言葉にできない感情を音楽として消化する。彼女の原点はイーゼルがあったからだし、ヒカルさんがいたからみたいなとこはある。山下ヒカルさん、九州最大のジャズフェスティバルを牽引してきた佐世保ジャズの父。ミオは大学を卒業してすぐに彼のライブハウスに行きセッションに参加した。で次の日に電話がかかってきて、僕とバンドが組もうでみたいな、ジャズをしようっていう。ミオがアーティストとして初めて認められた瞬間だった。ヒカルさんが生前よく口にしていた言葉がある。ミオちゃん、ジャズは自由な音楽よって。音楽っていうのは正解はないから、自分がやりたいようにできるっていうこと。ジャズ作曲家ミオが今は亡き恩人に捧げるワンミニット。ミオの未来。ジャズを聴いたことがない人にも興味を持ってもらえるような曲を作り続けることです。その1分瞬間が未来を作る。西日本フィナンシャルホールディングス。